皆さんこんにちは、リリーです。今日は何の動画かというと、もう少しで春になるということで、春の可愛いお花をたくさん紹介していきたいなと思います。まずはここにあるアネモネを紹介していきたいと思います。アネモネは咲くと、これが少し咲いてるんですけど、なんかお目目の黒い目ん玉みたいな感じのお花で、暖かくなるとこういう閉じている花が開くようなお花です。その姿もとっても綺麗で、春の割と定番なお花です。で、この茎の部分なんですけど、ここがちょっとなんか襟巻きトカゲみたいな感じで、わーってここの草がこうなっているのが結構魅力的で、そこもちょっと可愛らしいお花になっています。今は少し寒いので全然咲いてないんですけど、そんな感じの、ここに写真を載せておきます。開いた時の写真はこんな感じです。はい、とても可愛いですよね。で、この赤色の方は少し咲いてるんですけど、これは吹き爪咲きという咲き方で、通常のこういう花びらがこうあって、真ん中がちょっと黒いんですけど、通常だとこういうお目目みたいな感じなんですけど、ごめんなさい、アネモネさん。こっちはもうこの真ん中のところがひだになっているというか、これが咲き爪咲きという咲き方で、とっても珍しいアネモネの品種になります。で、これは本当にお花屋さんとかにも出ているのは少ないと思うので、ちょっと見つけるのは難しいかと思うんですけど、ぜひ探してみてください。では次に行きたいと思います。と、次はこれです。じゃん、ムスカリというお花になります。で、このムスカリは球根タイプのムスカリなんですけど、こんな感じで下から咲いてくるタイプで、咲いてくるとちょっとこんな感じで白い、先が白っぽくなります。で、この上の方はまだ咲いてないので硬くなってるんですけど、こんな感じで下から徐々に咲いてくるお花になります。ブルーの色味と、この小さいミニなサイズ感がとっても可愛いお花になります。で、ムスカリ私もとっても好きで、こうやって水につけて咲くまでを楽しむ用の観賞用の球根タイプの花になります。で、通常だとなんかお花畑とかにもう埋まって咲いていることが結構多いんですけど、で、結構育てやすいって言われてます。で、切り花であんまり出回っているのはそんなに出回っていないかもしれないんですけど、とっても可愛らしいお花なので、もしかしたらお花畑とかで発見することができるかもしれないお花です。はい、ぜひこんな感じのムスカリを見つけてみてください。はい、では次に行きたいと思います。次のお花はちょっと丈がまちまちなんですけど、ポピーになります。はい、花びらが落ちちゃった。ちょっと花びらが落ちてしまいました。こんな感じになります。で、ポピーも結構なんかお家の庭とかガーデニングでも咲いているお花にもなるんですけど、このクシュッとした花びらの感じがとっても可愛いお花です。で、有名なマリメッコっていう雑貨とか洋服のブランドがあると思うんですけど、そのマリメッコのモチーフになった花って言われています。ウニッコっていう有名な柄があると思うんですけど、そのモチーフになった花と言われています。はい、とっても可愛らしいですよね。で、結構ポピーはいろんな色があって、これがオレンジなんですけど、これはちょっとピンクっぽいのだったり、あとは赤とか白とかいろいろあるんですけど、ちょっとこの隙間から見えてると思うんですけど、こんな感じで
はい、かわいいです。で、このつぼみの時はこんな感じで丸くなってて、ちょっとひげが生えてるというか、こんな感じでひげが生えてるんですけど、それがこう、これがどんどんと開いていって、まあこんな感じで開くと。で、そのなんか過程がクシュクシュ、花びらがクシュクシュってなってて、もう大きく咲いていく感じがとっても可愛らしいお花です。で、結構お値段とかもお安く出回っていると思うので、お花初めて買うよとかいう人も買いやすい価格のお花だと思いますし、その咲くまでの過程を楽しんでいただけるので、とてもこう育てがいのある花というか、飾りがいのある花というか、長く飾って楽しんでいただけるお花になっています。はい、あとはちょっと今日用意できているお花はこの3つだけだったんですけど、春のお花は他にもたくさんあるので、その他のお花も紹介していきたいと思います。まずはチューリップ。はい、チューリップかわいいです。はい、チューリップは、まあ、春の切り花といえばチューリップ定番だと思うんですけど、球根のお花で、切り花だと、その球根切った上の部分だけですね、茎から上の部分が結構切り花として売られていることが多いです。で、チューリップもたくさんいろんな色だったり、品種があるので、まあ、お気に入りの色とか品種を見つけて、まあ、お部屋で楽しんでみるといいと思います。次はこちらです。こちらはラナンキュラスというお花になります。ラナンキュラスは私も初めて見た時はバラかなって思ったんですけど、まあ、全然似てないんですけど、でも結構店頭でもこのお花バラですかって聞かれることも多くて、ちょっとこの咲き方が中からぐる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 なっている咲き方がちょっとバラに似ているお花です。でも少しバラと違って結構花びらが薄くてとても繊細なお花になります。と、結構持ちも良くて長く飾っていただけるお花だと思います。これもいろんな種類が色、いろんな色があるので、まあお店で見つけたらぜひ買ってみてください。次は、スイートピーです。赤いスイートピーっていう曲があるので、まあそれでスイートピーっていう名前は聞いたことがある方もたくさんいると思うんですけど、スイートピーはこんな感じの形のお花になります。で、スイートピーは花びらがなんて言うんだろう、このちょっと蝶々みたいな感じのふわーんってなってるこの形が他にはない形のお花で、だいたい1本に 3,4 輪ぐらいのお花がついているとっても可愛いお花になります。で、スイートピーはとっても香りもよくって、香りから楽しんでいただけるお花になります。で、あとはドライフラワーにもなったりするので、結構春のお花ドライフラワーになるお花が多くて、まあ、スイートピーもなんですけど、まあ、先ほど言ったチューリップであったりラナンキュラスもドライフラワーにもなりますので、飾った後ですかね、生花として楽しんでいただいた後にもドライとして楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、春のお花もう一つあります。代表的なのが、それはミモザですね。ミモザこちらです。はい、ミモザは、まあ、ミモザの日があるので、まあ、それを知っている方も多いと思うんですけど、まあ、イタリアではその、まあ、お世話になった方や、まあ、恋人、家族、奥さんとかに男性がミモザを贈る日って言われていて、それが3月8日になるんですけど、まあ、そういう、こう記念日とかにもこう贈れるようなすごい素敵なお花で、ミモザは花自体が花粉なのでとっても黄色くてふわふわしてて可愛いんですけど、ちょっとこの花粉が苦手な方もいらっしゃるので、それだけ注意していただけたらなと思います。で、ミモザもドライになるんですけど、ドライになった後にその花粉が結構散りやすいので、まあ、それでちょっと床に
花粉が飛び散ったりとかそういう可能性もあるので、それだけご注意ください。はい、で最後ですね、最後はすごいたくさん言って覚えれなかったら申し訳ないんですけど、最後はヒヤシンスというお花になります。ヒヤシンスはこちらです。はい、とヒヤシンスもすごく香りがいいお花で、なんか隣というかヒヤシンスの周りを通っただけで匂いがふわっとこう香って、とっても幸せな気持ちになれる、リラックスできるお花になります。でヒヤシンスも球根系のお花になっていて、まあ球根カラー、こんな感じの球根で売っている場合もあるんですけど、まあ咲くまでの過程を楽しんでいただけるお花になっています。で球根系のお花はすごい、なんだろう、私は個人的にとっても好きで、咲く過程も楽しめるし、なんかもうフォルムが、見た目が単純に可愛いっていうのもあるんですけど、はいそんな感じで球根はとっても可愛いお花なので、ぜひね、いろいろお花屋さんに行った際には買っていただけたらとってもいいと思います。で、まだすごい寒い日が続くんですけど、市場に出ている花はもうたくさん春のお花がいっぱいで、花屋さんに並んでいる花ももう今ほとんど季節の花といえば春のお花になるので、ぜひ春のお花を買って自宅とかで楽しんでいただけたらなと思います。では今日の動画はこれで終わります。次の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございます。